今回は人間ひな祭りをご紹介します。人間ひな祭りは現在開催中の町家に伝わるひな人形巡りの目玉イベントです。町家に伝わるひな人形巡りでは東近江市五箇荘地区の町家で代々大切に受け継がれてきたひな人形が展示公開されます。東近江市五箇荘地区は天秤棒を肩に全国を行商して歩いた近江商人発祥の地として有名です。中でも五箇荘近藤町は重要伝統的建造物群保存地区に選定され、現在も白壁に船板塀の情緒ある景観が残されています。そんな趣のある近江商人屋敷で飾られるひな人形巡りは3月20日まで開催され、総勢約100組ものひな人形が勢ぞろいします。人間ひな祭りでは歴史あるおひな様に囲まれ、きらびやかな衣装に身を包んだ東近江市レインボー大使と地元学生女性10名がおひな様に扮装する人気のイベントです。開催日は平成25年2月23日土曜日、24日日曜日です。毎年大変好評いただいています。この人間ひな祭りはお代理やおひな様をはじめ三人官女五人囃子に扮装し、来場者の皆様を三人官女が白酒でおもてなしします。その他にも期間中のイベントとして近江商人屋敷の殿村右平邸でおひな様姿に変身できるおひな様に変身があるほか、着物でお越しの人は入館が無料となります。いなべ市の皆さん、歴史ある近江商人屋敷で代々大切に飾られてきたおひな様をぜひご覧ください。